はい、皆さんこんにちは。ルネサンス編集部の田中です。はい、よろと申します。はい。今はですね、ルネサンス最新号のボリューム7、現在今作成しておりまして、で、先日、まあ、アップした、あれですね、動画の続きとして、はい、ボリューム7の、気になったちょっと記事をですね、まあ、少しネタバレも含みながら、いろいろご紹介していければな、というふうに思うんですけれども、まあ、先日は、まあ、萩原さんから、まあ、いろいろヒミコの、謎だったりとか、まあ、邪馬台国とか、そういったお話あったんですけれども、僕も、まあ、その続きと言いますか、まあ、結構気になったテーマの一つとして、まあ、四大文明っていうところ、まあ、これに実はいろいろ謎が隠されているっていう話を聞いたんですけれども、まあ、四大文明、そうですね。萩原さん、これって、僕ちょっと理系だったんで、そもそも記憶があんまりないんですけど、萩原さん、どうです？四大文明、結構記憶ありまいや、もちろん四大文明は結構、もう最初の方に結構習ったかなという印象があって、まあ、エジプトとかインダス、黄メソ河。ポタミア、そう、黄河ですかね。まあ、中東とかね、あの辺とか、中国のあたりとかっていうような記憶ですよね。で、結構、まあ、今回いろいろ広告を作るにあたっても、いろんな、まあ、同僚とか、まあ、親にも聞いたんですけど、やっぱりみんな当然知ってると。そうですよね。そう。絶対日本人だったら習う。まあ、四大文明なんですけど、まあ、これ実は世界で、四大文明信じてるのは、まあ、日本だけだったみたいな。嘘でしょ。そう。いや、本当にというところで、まあ、最初、まあ、これは、まあ、記事の中に出てくるというよりかは、まあ、いろいろとこの四大文明の、絡めた記事が出てくるんですけど、それ調べた中で、知った事実だったんですけど、しかも、この四大文明は、黄河文明を含むこの四大文明は、実は学説的な、学問的なその根拠がほとんど、というか、一切ないっないんですていね。うふうに言われなる。のに教科書には載っていると。載ってると。で、これなんでかっていうと、当時、確か戦前だったか、あれですね。満州国。そう。満州国が、そう、できた、あるあたりの時代ですかね。第二次大戦前。その時の、梁啓超って中国人の政治家兼ジャーナリストの人がいたんですけど、その人は日清戦争で負けて日本に来たんですけど、まあ、これいろいろ諸説あるかもしれないんですけど、まあ、日本人に対して中国人が、まあ、この梁啓超って人が、まあ、プロパガンダですね。ちょっと負けたくないという気持ちがあったのかわかんないんですけど、この中国文明、まあ、黄河文明を含む四大文明っていうのがあるんだよっていうふうに日本に広めて、それで日本がなぜかそれを信じてしまったっていうのが、まあ、どうやら始まりだったっていうとなるほころど。だったんなんです。か詩の中で触れただけ、書いてたんですね、これを、その人そう。だから、は。これも僕もめちゃくちゃ知って驚きになったんですけど。で、そこで、例えば日本に住んでる、まあアメリカンスクールか、とかに通ってる、まあ日本人の、まあ、子だったりとか、まあアメリカ人の子も、世界史とか習うと、どうやらですね、四大文明習わないらしくて、はい。なんか世界のグローバルでは、まあグローバルスタンダードだと、ただ五大文明とか、まあ八大文明、日本人だとちょっと聞き馴染みないんですけど、まあ、九大文明とか、まあ、そういうのを習うというところ。で、しかも、その中に絶対日本文明が入ってるんで含すまね。れてるというところなんですね。そうそうそう。そこにやっぱりこの効果っていうのが入ってしまうことで、やっぱりこう、まあ、中国のが優れてて、中国から日本は教わったんだねっていうふうになっちゃうわけですかね、やっぱそうなんです。なんか、これも、ちょっとあれ、僕の方で いろいろ調べた中で、田中先生の本に書いてあるんですけど、まあ、歴史の教科書で、まあ、これは僕も、理系のさすがの僕も覚えてるんですけど、まあ、遣隋使と、まあ、遣唐使っていうのが、まあ、確か、まあ、500年、600年代あたりに、まあ、中国大陸、朝鮮半島から日本にやってきた。まあまあまあ、よく習う。で、漢字も、まあ、日本に入ってきて、まあ、なんていうんですかね、いわゆる、中国に派遣をして、まあ、いかにも、なんていうんですか、日本が、まあ、ちょっと文化的に、まあ、低い立そう場ですね。で、まあ、いろいろ、もらうものをもらって持って帰っまあ、て、朝貢貿易じゃないですけど、そういうそう、イメージはありますイよメーね。ジがあったんですけど、田中先生の、本、ご著書の中では、
逆にあの大陸から、大陸とか朝鮮半島から日本にこう、文化を学びに来る。まあ、うんうん、いわゆる県日史っていうふうに田中先生はおっしゃってるんですけど、その県日史の方が、実は、まあ、多かったっていうのが、まあ、もう。それは結構面白いです。そう、分かってて。そうそう。そうなんですよ。だから、まあ、田中先生、もちろんその日本の方が上だよみたいなことではなくて、うんうん、まあ、明らかに、まあ、対等ではあったよねっていう話。うんうん、まあ、こっちだけを伝えるのはおかしいよねっていう、ね。うん、そうそう、そうなんですね。だから、まあ、魏志倭人伝の話もありましたけど、はい、まあ、日本には古事記とか、まあ、日本書紀とかあるんで、うんうん、まあ、魏志倭人だけ見るのはちょっとおかしいよね、みたいな、うんうん。まあ、そういう話とかも、はい、うん、ありますけど。で、今回そのボリューム7の中では、はい、まあ、そういった、その、要は、中国が上、日本が下みたいな、うん、まあ、説を結構覆してくれるものもあったんですけど、うんうん、まあ、例えば、そうですね、まあ、旧石器時代、まあ、日本の遺跡の数は、なんか1万ぐらいあったと。うんうん、で、朝鮮半島には実は遺跡は、50しかなかったっ。へぇ、まあ、全然少ないですね。そうなんです。まあ、日本の大きさと朝鮮半島の大きさ、まあ、あれかな。朝鮮半島のが6割ぐらいなんで、うん、まあ、少なくとも6000ぐらいはあってもおかしくはなかったけど、うん、まあ、それが、全然数が、もう桁が3つぐらい違うっていうのが分かってて、で田中先生、まあ、もうちょっと踏み込むと、田中先生が、ここから何を導き出せるかというと、うん、まあ、当時、アフリカから、まあ、大陸とか朝鮮半島に人が流れてきていたのではなくて、うんうん、はい、そこをもう通り越して日本にもういきなり来たんじゃないか。経由してないんですね。っていうことを大胆な仮説を。なるほど。はい。おっしゃっていて。で、そこを、まあ、確かにまあ仮説ではあるんですけど、で、田中先生、明確な理由ですかね。そのアフリカ、まあ仮に本当、それが本当だったとしたら、なんでアフリカ大陸の人たちは日本に直接来たのかっていうその理由も、この中で、うんうん、書かれてるので、なるほど、まあぜひちょっと、見て読んでいただければなというふうには思ってますね。うんうん、はい。で、まあもう一つですね、はい、そこに関連して。はい。日本人って結構、なんていうんですかね、自分たちの魅力をあまり気づかないというか、うんうんうん、まあ、外国に言われないと気づかなかったりとか、ね、まあ、あくまで、まあ、中国の話もそうですけど、うんうん、結構西洋の方が優れている。うん、はい、そこは弱いですね、やっぱり。うん、もう、ちょっとね、白人の方を見ると、はい。なんかやっぱりそういうタイトルがついてるだけで、なんかこうね、世界から認められたみたいな。そう。まあ、嬉しくなっちゃいますよね、はい、なんか。ですね。そう。ただ、実際に、なんていうんですか、まあ、一つの、日本の方が文化として、まあ、さっきも言いましたけど、うん、上とは言わないんですけど、うん、まあ、対等に、すごい文化的に、渡り合えたというか、うん、っていうところの一つが、まあ、絵画の世界で、うんうん、江戸時代に、まあ、浮世絵ですね、北斎、葛飾北斎なんですけど、まあ、これも、今回の号で、葛飾北斎、まあ、浮世絵の話が出てくるんですけど、結構これも調べていて、驚きが多かったんですけど、そうですね、萩原さんなんか、北斎とかも浮世絵ってどうですかね、イメージというか、なんかあります？以前はあんまり興味がまあなく、はい、なんとか知ってるっていうぐらい、やっぱ有名なので、まあ、そうですね。知ってるっていうぐらいだったんですけど、やっぱり田中先生のこの、言論だとかを知ってから、こう、やっぱりすごい方なんだなというところで、うん、魅力を思い出しまして、うんうん、どこだったか、両国だったかな、あのあたりにあるんですけど、そういう美術館が。うん、はい、はい。そこに行ったりとか、ね、してますね。じゃあ、スピード感早いです、ね。はい。自宅に一応、有名な富士のやつと波のやつを飾ってます。飾ったんですか、はい、早いですね。はい。はい、そうか、それまでは本当に、まあ、北斎、まあ、名前は知ってるっていう感じ。そうですね、ぐらいですね。そんなに深くは知らないですね。うんうんうん、はい。そうですよね。で僕も、正直言うと、まあそうだったんですけど、うん、よくよく調べてみると、まあこれも、まあちょっと恥ずかしいことかもしれないんですけど、うんうん、先にアメリカの方が認めたのかな。アメリカの、まあ、最近で言うと、あ、ごめんなさい、最近の話ですね。うんうん、1990年代に、まあ、アメリカのライフ誌で、うんうんうん、まあこの1000年で世界に影響を与えた100人。あ、なるほど。の一人に選出されてると。でも、日本人は、最近の日本人で言えば、そのライフ誌に認められて、あ、北斎ってすごかったんだってやっと気づくみたいな。うんうん、そう。で、これ昔も同じこと起きてて。あ、昔もなんですね。はい。要は西洋のルネサンスが勃興した時代ですね。うん、あの時、日本からその西洋にヨーロッパに物をこう輸出するときに、う
浮世絵が、なんとあれですよね。包み紙に使われてて。それもうゴミ扱いしてたんですよ。で、僕も正確な金額知らないんですけど、はい、正直言うと浮世絵ってそんなに日本の中で高価なものでは全然なくて、今まで漫画も印刷買うぐらいの。まあ、大衆的な。そうです。ほうほうほう。そう。それを、だからもうゴミみたいな感じでぐちゃぐちゃぐちゃって入れて、西洋の人がそれを見て、ワオみたいな感じになったと。そう、それもかなり、なんていうんですかね、それでやっと西洋が認めたところ、浮世絵ってすごいんだみたいな。なるほど、ね。そう。だからちょっと日本人どうなんだっていうのもあるんですけど、まあそういうツッコミとか、まあ田中先生はいろいろ自制してくれるんですけど、そう。そうですね。だから実際は今、例えば、海外、例えばイタリアから日本、仏教、はい、仏教の彫刻展を提案をされて、うんうんうん、まあ、その日本の仏教彫刻展をローマで開催したりとか、まあ、あと田中先生が実際にお会いした、まあ、リトアニアの学者さんとかも、まあ、フランス、まあ、今、世界の文化の中心はもう、フランスがちょっと落ち目になってきてて、うんうんうん、日本はでも、まさにこう、世界の文化の中心は今日本だよ。まあそういうふうにおっしゃってくれる先生もいるとか。なるほど。まあかなりそういう点で、まあ浮世絵もそうなんですけど。潮目がちょっとまた変わってきてる。そう、上がってきてるかな、ね。うんうん。ところですね。と浮世絵のまあ話なんですけど、まあもともと日本がその流出するときにその、うん、まあ包み紙、まあゴミ同然として送った、はい、送ったと。で、その西洋の人たちが、まあ物珍しさで、まあもちろん当時ね、距離もめちゃくちゃ離れてますから、日本のそういった絵を見て、まあ、ね、まあ、おすごいと思った、うん、まあこともなきにしもあらずだと思うんですけど、うんうんうん、ただまあ田中先生の分析によると、まあそうではないと、明確に、西洋当時、まあ、これ以上言うとあれなんですけど、西洋にはまあ、ある大きな、変革の時期が訪れてたんですね。で、その変革の時期に、やっぱり絵画の世界もそれに影響を受けていて、うん、そこに入ってきたのがちょうどその日本の浮世絵で、まあ、ある理由があって、まあ、受け入れるその土壌というか、なるほどね、新しいこう時代になって、で浮世絵がちょうど受け入れられやすい形だったので、それを受け入れられたと。まあ、そういう、なんですかね。まあ、葛飾北斎、まあ、浮世絵、うんっていうのも、ただ単に、まあ、ライフ誌に取り上げられたすごいっていうだけじゃなくて、うん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 、まあ、その理由とか、背景まで、うん、まあ、知れるので、まあ、結構、自分としてもかなり面白い記事だったな、というふうに思いますね。うんうん、はい。それが、この記事ですかね。あ、そうです、そうです。西洋美術と、日本の北斎の比較というか。そうです、そうです。まあ、この、浮世絵はむしろ、セザンヌとか、この、有名な画家は、真似してたんじゃないかと、ね。構図がもう、はい。うんうん、そっくりというか。手に取っていただくとわかるんですけど、うん、構図が本当にそっくり、うん。このあたりも、やっぱり、国際美術史学会の副会長で、美術にも詳しい、田中先生だからこそわかるという分析ですかね。そうです。うん、はい。まあ、ぜひ、まあちょっとね、これ以上なかなかネタバレになっちゃうんでお伝えはできないんですけど、うん、ぜひ実際に手に取ってですね、お読みいただければなというふうに思ってます。概要欄にですね、ルネサンスボリューム7の、詳細のページは、記載しておりますので、ぜひそこから、電子版と、電子書籍版と、書籍版ですね。書籍版の方には、電子版も一緒についてきてるので、まあ、ぜひ、どちらかお選びいただければなというふうに思います。はい。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。